北海道しか勝たん。こんにちは。5月7日から北海道に移住した兄弟生のキートです。今ね、6月20日なんですけども、明日夏至ということで、日本最東端の地に行ってこようと思います。何キロあるかって450キロぐらいじゃないですか。ということで、京都から東京ぐらいのね、距離を今から行こうと思います。例に漏れず、今リュックが2つあります。ということで、バカ遠いんですが、2泊3日かけて、日本で一番長い日っていうと、まあ映画のタイトルみたいですが、まあ日が一番長い、どんなもんなのかっていうのを体験しに行こうかなと思います。ということでお楽しみください。本編スタート。マジで無限に広がる田畑、田んぼ、畑。というわけで、まあ、そろそろ半分ぐらいですかね、ということで、12時30分ぐらいに出まして、今17時26分なんですが、ようやく半分に到達いたしました。いや、マジで、日変わってまうで、遠すぎ。というわけで、昼ご飯食べて、まあ、昼ご飯やったんかな、あれは、真に。今は17時42分ということで、着々と進んでいるんですが、夏に、ちゃうな、冬にね、春にいるの木を、滑舌がひどい、豊頃町にあります、春にいるの木をね、見に来たんですけれども、夏はどんな感じだろうと思ってね、今もうずっと景色見てしまってるんですけども、なんか本当にただの高原で、俺、冬コイン取りに来てたんやと思うとちょっとびっくりするんですけども、ちょっと、いやー、眩しい見てもらおうかなと、いうわけでやってまいりましたが、もしかしたら、冬に来て、うわ、懐かしい。と思う人もいるかもしれないですが、景色変わりすぎてるんですよね。ドドン。で、あれが多分春に入れの木。絶望的に、ただの草原でびっくりしちゃった。黒来たね。普通に。そっか、まあ雪なかったらこうやもんな。誰も来ないということで。めっちゃいい景色やったんですけどね。ということで、引き続き向かっていきましょう。向かっていくぞ。というわけで、今ね、時刻が22時50分となっております。北海道のね、札幌の方を出てから約10時間ぐらいですかね、運転してきまして、ついに、のサップ岬に到着いたしました。イエーイ、もう、あー遠すぎるほんまに、ほんまに遠かってんけど、その、昼ご飯食べて、セコマートに一回寄った以外ね、正直、一回も寄り道してなくて、今、ここに、いまして。帰りのことを考えると震えますね。で、マジでね、えぐい。星空がすごいです。ちょっと星空を撮りたいんですが、熊が怖いです。しかし、せっかく来たからにはね、熊に気をつけながら、音楽とか流してたら寄ってこないと思うんで、まあ、頑張って撮っていこうかなと思っております。楽しみですね。はぁ、あ。疲労感がすごい。さっき一瞬降りた時に、なんか足、痺れてしまって、さすがに10時間の運転は足に来てますね。で、そこ、東大があるんですよね。能登東京大学です。まあ、誰もそんなこと思うのか。あまりの疲労感から何が言いたいかわかりませんが、とりあえず、星空を熊に気をつけながら撮っていこうかなと思います。日本最東端の地です。駅で言うとね、日本最東端の駅が東根室駅らしくて、それ明日行ってみようかなと思います。で、ね、最南端の西大山駅はもう行ったことがありましてですね、最北端の稚内も行きました。なので、最西端の佐世保かなだけ残り行けばコンプリートということで、楽しみですね。いつ、長崎なんかに行くねんって言って、星空撮ってね、一回仮眠しないと、死んでまいそうやなーってことで、仮眠する前に星空だけ撮っていこうかなと思います。それでは、寒い、おはようございます。ということで時刻なんですが、寒すぎて野サップ岬よりおはようございます。ということでマジで寒いんですが、見てください。ああ、
白飛び、牛飛び。もう空がね、すでに明るいんですよね。びっくりしています。寒い。夜中寒くて何回か起きたんですけど、それにしても寒いかもしれん。いや、でもほんまに、朝3時の明るさと思えないぐらい明るいですね。寒い。車戻ろう。ということで、いや、もうね、寒すぎてお話にならないので、iPhone をタイムラプスにして、外に放置しておりまして、車の中から朝日をね、眺めておりますが、車めっちゃ曇ってて、全貌は見えていませんが、まあまあ、マジで明るいです。朝3時とは思えない明るさです。確か3時30分ぐらいにね、本当の日の出があるので、もうちょっとしたら、外に行こうかなと思っているんですが、あまりにも寒すぎて勇気が出ません。寒すぎる、ほんまに北海道寒い。ということで、果たして日の出の瞬間僕は外にいられるのか、もしくはいないのか、ということで、カモメがたくさん飛んでるんですけどね、怖いですね、iPhone とか持ってかれへんが。持っていかれたらマジで泣いちゃう iPhone です。現場からは以上でございます。ね、眠い。マジで眠いです。眠たいよ。おやすみなさいじゃないわ。頭回ってないですが、頑張っていきましょう。おはようございます。ということで、無事日の出の瞬間をね、そうして迎えることができました。こんな、切り毛布着て外を歩いてるやつ、僕ぐらいだったんですけども。iPhone のタイムラプスもいい感じに撮れてるんじゃないですか。でね、マジで、もう運転のしすぎで、足にガタが来てて、動画撮り始めたら、悲鳴を上げる気がなくなったんですけど、本当にやばかった。痛、足がめちゃくちゃ痛いですね。ちゃんと、そう、こんなにね、ハードな運転をしたのに、車中泊とかすると、こういうことになるんですよ、皆さん。わかりますか？何がわかりますかやね。反省しろ。北方領土は日本の領土です。北方領土は日本固有の領土です。ということで、何が痛いやろ。足が痛いです。ここで野鳥取れたら楽やなと思ってるんですけども、どうですか？いいよ。あ、じゃあ撮れるということで、野鳥を撮らせてもらおうかなと思います。ほんまに。マジで眠たい。眠たすぎるんですが、質の低い睡眠を数時間しかしてないので、非常に眠たいんですが、なんとか野鳥を撮って、どうしようかな。もうちょっとね、タイムラプス撮ったら、根室市内の方に戻っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、野鳥を撮っていきましょう。というわけで、名古屋から来た、ショークちゃんとね、お話をしまして、ドローン飛ばしてはって、僕もドローン飛ばしてたんで、ちょっと会話したんですけども、いいドローン持ってはって、何の仕事してるんですかって聞いたら、ショークちゃんでしたね。で、日本最西端知ってるって言われて、まあ知ってるけど、なんだろうと思ったら、この後日本最西端行くよって言われて、今日本最東端にいるんですけど、マジで、すごい、日本最東端でか、現実的に到達可能な日本最東端。から日本最西端で日照時間16時間ぐらいを体験するっていう、もうすごいね、楽しそうなことしちゃって羨ましいなって思いました。僕もちょっと、お金がないので、さっき喋ってたら、そう、よく考えたらここ、最東端で北方領土めっちゃ見えるんですよね。今日めちゃくちゃ天気いいから、北方領土見えます。じゃん。だから、見えてんのがハワイ諸島かな。はいはい。で、こっちを向くと、国後島だと思います。教科書で聞いたことある名前の島がね、目の前にあるんですが、ややこしい政治問題により、思想強そうですが、別にそんなことないんですけど、まあ、いろいろあっていけないということで、朝一ね、たくさん人いたんですけども、誰もいなくなったということで、僕が一番今日ここにいました。昨日の夜、誰もいない時に来てね。で、もうまだもうね、みんな、見て？ありえへんくない？
その今さ、どう伝えたらいいんやろな。今4時35分なんですけど、もうね、なんか昼みたいな感じの明るさですわ。ということでね、どうしようかな。ちょっとバイトとその野鳥撮影と動画編集という、あのバカデカタスクたくさんのことしているので、頑張ってやっていきたいなと思います。ということでね、日本最東端の地とはおさらばです。バイバイ。時刻朝5時でございますが、日本最東端の駅にやってきました。駅舎ないし、めっちゃ疾走。いやでもね、あとは佐世保駅だけになりました。東根室駅でございます。いや、そうやねんな、釧路まで行くので2860円かかんねんな、バカだけ。で、始発が5時34分ですね。いいですね、この感じ。日本最総東端とか好きなオタクとしてはニコニコしちゃいますね。楽しい。なんか始発列車が通り過ぎていきました。根室発釧路行きの電車っぽいですね。あ、ちょっともう一回痛いかもしれない、やばい。朝日見て、その後、キリタップ岬かなってところに行きまして、まあ、霧が多い布って書いてキリタップって読むんですけど、マジですごい霧が多かったのと、ラッコがいるということで、野生のラッコをさすがに聞いたことなくて、見に行ったら、めちゃくちゃ遠くにいたんで、まあ、ちょっと映像を見てもらうとわかると思うんですけども、まあ、まともに撮れなかったですね。でも、なんか生で見れただけでも感動しました。で、そこで、なんか大阪のおばちゃんと、旦那さんと会って、やっぱなんか勢いが違うというか、道民にはない勢いがある話し方でぐいぐい来られて、でも、やっぱなんか懐かしい気持ちになってすごい楽しくおしゃべりしてました。で、その後その人たちとお別れしてお風呂に行って、で、なんかもう全然寝てなかったんでお風呂で上がってから湯上がりの休憩所で寝て、今ソフトクリームを食べようと思ってやってきました。インスタをフォローしてもらっている人からなんかソフトクリーム美味しいって聞いたんで、食べに行こうかなと思います。月が出ていますが、見えますかね。目の前に死ぬほど虫がいます。そうです、月が見えます。しかし外は明るいんですね。時刻は今何時かと言いますとね、19時36分でございます。今今日の動画を編集しています。非常に、何をしてるんだって気持ちなんですけども、何が言いたいかっていうと、北海道日が長いんですよ、夏。朝今日見てもらったと思うんですけども、3時36分に日の出したんですけども、まだね、日が照ってるんですね。で、昨日で言うとね、20時ぐらいになっても、奥の方をずっとオレンジやって、まだ空、全然明るいですからね、もう。これが北海道のね、夏の恐ろしいところというか、地軸の傾きとかによって生まれている部分ですね。あ、早く動画書き出されへんかな、ということで。で、そのまま帰ることもできたんですけど、あえて宿泊することになりましたということで、宿の方に向かっていこうかなと思いますが、とりあえず早く動画書き出して、早くアップロードして、クーポンもらって晩ご飯食べに行きたいところですわ。ですね。はい。とりあえずまだまだ明るいよってことで、時刻はね、19時37分なんですが、まだまだ明るいよということをお伝えしたいがためにね、ホテルに入らずに、車で動画編集しています。あー、頭悪い。ほんまに頭悪い。いや、だってホテル行って編集してもう一回戻ってきても絶対同じことできるもんということでね。まあ、頭悪いことは重々承知しているんですが。というわけで、ホテルに向かっていきましょう。レッツチェックインですわ。今日は一日長かったですけども、楽しかったですね。夜です。さすがに。20時15分なんですけど、これ若干なんか、奥の方が若干オレンジなの分かるかな。これがやっぱ北海道のパワー。ということで晩ご飯食べに行きます。開いてるかな。偏食なので豚丼をもう一回食べてます。ということで、この後映像ないんですが、まあ、ひたすら走り続けて、帰ったら18時19時でした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。